声大きいって。まだ先生いるから。けど気持ちわかるよ。今日の授業は特に長く感じたよね。そうなんだよ。やっぱり放課後に楽しいことがあるとどうしても授業に集中できなくってさ。授業中ほとんど寝てた人がよく言うよ。あれはその、暗き睡魔が我を暗黒の世界へと誘い、ドドーンと眠くなっちゃって。かっこよく言ってもダメ。っていうか今日ってポピパのライブだったよね。会場って確か6時半。それまでまだちょっと時間あるのよね。待ちきれないよ。ほんとほんと、それまで何してよっか。暇なら課題でもやったら。バコ、さっき全然やってないって言ってたし。それは帰ってからお姉ちゃんに教えてもらうつもりで。それに今は課題って気分じゃないんだよね。そっちが本音か。けど私も気持ちわかるよ。私もこの1週間ずっと楽しみだったから。あとちょっとでポピポさんに会える。っていうかロッカなら会おうと思えばいつでも会えるじゃん。この前も商店街で会ったって言ってたし。そういうのとは違うの。ライブに行くっていうのが特別なんだよ。そうそう、ライブのあの空気とか一度きりしかない演奏とか、そこに特別感があっていいんだよね。まあそれはわかるかも。特にポピポのライブってすっごい楽しい気分になるじゃん。やっぱり昨日ギャラクシーでずっとポピポさんの曲弾いてたよ。そしたらマスキさんが一緒に合わせてくれて。キングと？いいないいな、アコもやりたかった。いつか3人でセッションしたいね。絶対やろう。それだとドラムが2人にギター1人だけど、そんな曲あるんだ。っていうかマスカも一緒に来ればよかったのに。今日のライブだから今日は外せない用事があるんだってお姉ちゃんに言ってやるから。そっか、残念。じゃあ私そろそろ行くね。ライブ楽しんで。ありがとう。いってらっしゃい。ハコたちもそろそろ行こっか。うん。あ、その前にアコちゃん、ちょっと待ってて。え、どこ行くの？ポピポさんのライブだから、髪を整えてくる。いや、今から整えたって絶対崩れちゃうじゃん。ロッカ、落ち着きなって。落ち着いてられないよ。テラ楽しみや。今日の瀬戸に何かな。アコちゃん、今日の瀬戸に予想しない？いいね、しようしよう。アコはね、1曲目は多分未来トレインだと思うな。え、なんで？やっぱり勢いのある曲がオープニングに来るとすっごい盛り上がるじゃん。けど前回のライブの時も1曲目が未来トレインだったよ。だから今回は。ん？ロッカ、待って待って、あそこにいるのってもしかしてモニカの。マシロールイロゼリアの宇田川さんとレイザー水蓮の朝日さんですよね。こんにちは。こんにちは、倉田さん。二人がこの商店街にいるなんて珍しいよね。何してたの？これから楽器屋さんに行く予定なんだ。で、その後はポピパのライブがあって。え、あんこたちもこの後ポピパのライブに行くんだよ。よかったら一緒に行こうよ。一緒に？楽器屋さんでどれくらい時間かかるかわからないし、それに付き合わせちゃうのは悪いから。私は構わないわ。それほど時間もかからないと思うし、
別に目的は同じなのだし、いいんじゃないかしら。だけど、朝日さんは。うん、私は大丈夫だよ。倉田さんたちと一緒に行けたら、すっごい楽しいと思う。やったー、それじゃ決定。今日はみんなで思いっきり楽しんじゃおうね。ねえ、ルイとマシロは何買いに来たの？バイオリンの弦を買いに。もうすぐ衛線のストックが切れそうで。衛線？何？衛線って一番細い弦のことよ。へー、そんな呼び方するんだ、知らなかった。ねえマシロは？私はルイさんについてきただけだから。けどバンド編成にバイオリンが入るのってかなり珍しいですよね。それアコも思った。バイオリンって初めはドラムとかギターとかに合うのかなって思ったけど、モニカの曲すっごくかっこよくてびっくりしたもん。ちょっと聞いてみたかったんですけど、バイオリンをバンドサウンドに馴染ませるために何か工夫してることってあるんですか？工夫と言えるかどうかはわからないけれど、曲の世界観は大事にしているわ。バイオリンの音が入っても違和感のない世界観を作るというのかしら。それに関してはクラシックなどを参考にさせてもらってるわ。ルイさん、そんなこと考えながら作曲してくれてたんだ。なるほど、クラシックを参考にしてるって、その感覚はチュチュさんと通じるものがあるかもですね。チュチュさん？ラスのプロデューサーです。チュチュさんは楽曲を作るとき、いろんな曲を聴いてるんです。クラシックもよく聴いてますよ。チュチュってほんとすごいよね。年はアコたちより下なんだけど、作詞作曲までやってるもんね。あんなかっこいい曲を一人で作っちゃうなんてすごい。あとプロデューサーって響きもなんかかっこよくない？アコの一回、ロゼリアのプロデューサーですなんて言ってみたいよ。でもアコちゃんも十分すごいと思う。なんかロゼリアのあの激しくてかっこいい音楽を引っ張ってるっていうか。確かロゼリアのドラムはツーバスでしたよね。そうそう、知っててくれたんだ。ツーバスって何？バスドラムが2つあるドラムのことだよ。ロゼリアの激しい曲調には欠かせないよね。そうなんだ、みんなすごいな。あれ、あそこにいるのって、おチュチュだ。おーい、チュチュー。おーち、騒がしいのがいると思ったらあなたたちだったのね。はい、チュチュさんもお買い物ですか？そんなの見ればわかるでしょ。そっちにいるのは確かモルフォニカのヤシオルイです。こんにちは、倉田真城です。随分と珍しい組み合わせね。みんな揃って遠足にでも行くのかしら。あれ、今日パレオはいないの？パレオはパスパレのライブに出かけたわ。そういえばチュチュさん誘われてましたよね。結局行かなかったんですか？行かなかったわ。私としてはこの後にやるポピパのライブを見ておこうと思って。ポピパさんのライブ、チュチュさんも行くんですか？私たちもこれから行くんですよ。知ってるわ、あなた昨日の練習の時ずっと行ってたじゃない。それを聞いて私も行ってみようかと思ったのよ。そうだったんですか？それなら行ってくれたらいいのに。気になるライブはなるべく一人で見ることにしているわ。そんなこと言わないで一緒に行こう。みんなで行った方が絶対楽しいって。私はあなたたちと慣れ合うためにライブに行くわけじゃないのよ。そんなこと言わずに、ヤシオさんと倉田さんもどうですか？ええ、別に断る理由はないわ。
私もルイさんがいいならいいかな。ほら、せっかくのライブですし、みんなで楽しみましょうよ。ああ、わかったわ。ただ、私の邪魔だけはしないでちょうだい。はい。ライブまではあと1時間くらいあるから、それまで何しようか。みんな行きたいところとかある？あんまりこの辺のこと詳しくないから、そういうの思いつかないかな。じゃあじゃあ、アコのとっておきのおすすめの場所があるんだけど、行ってみない？アコちゃんのおすすめの場所？私は行ってみたい。チチさんも行きましょう。別に構わないけど、どこに行くつもり？それは行ってからのお楽しみだよ。私たちもそこでいいよ。いいよね、ルイさん。ええ。はい、それじゃあみんなでレッツゴー。ここがおすすめの場所？ああ、おすすめだとか言うから、どんな場所かと思ったら、ただのファミレスじゃない。違うって、ここはね、ただのファミレスじゃないんだよ。なんだって、ロゼリア御用達のファミレスなんだ。ライブの後とか練習の後とか、いつもここで反省会してるんだよ。へえ、そうなんだ。ここはとにかく居心地がいいから、話も自然と弾んじゃうんだ。ドリンクバーもすっごい充実してるし、おかげで反省会もはかどっちゃうんだよ。あの、一ついいかしら。ロゼリアでは普段どんな反省会を？とても興味があるわ。ほらほら、早速話が弾んできたでしょ。別に弾んでないわ。少し参考にさせてもらおうと思っただけ。私たちも反省会はするけれど、どうも話が脱線することが多くて。反省会はすっごい普通だと思うよ。練習してて気になったこととか言い合ったり、ライブの後はよくポテトとか頼んで、なんか悔しいことがあった時はみんなでスーパー焼け食いセットとかを頼んだりするよ。スーパー焼け食いセット？ダブルハンバーグとエビフライ、チキンソテーのプレート、ご飯大盛り、デザート付きのセットのことだよ。それ食べきれるの？普通だったら大変だけど、あの時はみんなしっかり完食してたよ。この量完食って、ロゼリアさん、さすがロックよ。はあ、確かにそれだけ食べれば、あの熱くてかっこいい演奏も納得できるかも。ロック、ウェイトレスを呼んで。え？ミナとユキナが食べきれたくらいなら、私だって食べきれるわ。いやいや、チチさん、それはさすがに。いつもほとんどジャーキーしか食べてないじゃないですか。いいから早く。はい、あの、すいません。ロック、味噌持ってきなさい。チュチュさん、だから言ったのに。まだハンバーグとエビフライしか食べてませんよ。シャラバ、絶対に食べきってみせるわ。そんな無理しない方が。私、お水取りに行ってきます。それじゃあみんな、ちょっと話してて。了解。けどさ、真っ白たちとこうやってちゃんと話すのって今まであんまりなかったよね。そうだね。けどロゼリアのライブは何回か見てるから。アコたちもモニカのライブ見てるよ。モニカの曲ってロゼリアとはまた違った雰囲気があるよね。アコ、ああいう曲ってすっごい好きなんだ。ありがとう。曲はすっごくいいけど、アコは歌詞もお気に入りだよ。なんかファンタジーの世界に入り込んだみたいな気がするんだよね。私も
思ったことをそのまま書いてるだけだけど、ファンタジー小説とか好きだからそれでかな。僕もファンタジー小説リンリンに借りて読んだりするよ。最近のおすすめとかある？最近のおすすめ、おすすめはチチさん、お水持ってきました。遅いわよ。すみません。っていうか、さっきから全然減ってないですけど。うるさい、私のことは放っておきなさい。なんか話の腰を折っちゃってごめんね。何の話してたの？今はね、真っ白におすすめのファンタジー小説を聞いてたんだよ。で、何？この前はあれを読んだよ、フェアリーレジェンズ。最近映画化もされたんだけど、知ってる？真っ白もフェアレジ好きなの？アコもあの作品すっごい好きなんだ。リンリンに借りて読んだらすっごい面白くて、ほら、なんだっけ、あの丸っぽくてジャンプするマシュマロラビット。そう、あれすっごい可愛くない？やっぱり私も大好きなの。最近マシュマロラビットのグッズも集めてて。それってあれだよね、前にハコちゃんと一緒に見た映画に出てきた。そう、それ。この前ゲームセンターに行った時、確かクレーンゲームの景品になってたよ。え、本当に？マシュラビが？そんなのあるんだ、欲しいな。ロック、私は水が欲しいわ。で、やっぱり全然減ってないじゃないですか。よかったら手伝いましょうか？これだけは言っておくわ、今日はたまたま調子が悪かっただけ。分かってます。私も手伝おうか。アコも手伝う。好きにしなさい。はあ、今日も最高やった。もう終わってまったことが信じられん。わかる。時間を巻き戻してもう一回ライブ見たいくらいだよね。大先輩のギター、圧巻やった。私ももっと頑張らなくちゃ。私はライブ中かすみさんと目が合ったよ。そしたらかすみさんがにっこり笑ってくれて。そうなの？私もかすみ先輩に手振ってもらったよ。あなたたちずいぶん興奮してるみたいだけど、私から言わせれば瀬取りの構成が弱いわね。私がプロデュースしたらもっと良くなったはずだわ。けどチューチュー、ずっとステージに釘付けだったじゃん。シャラップ、そんなことない。今日のライブ、曲の最初の一音で観客との一体感を生み出していた気がするわ。そうなんですよ、私も初めてポピポさんのライブを見たとき一気に引き込まれちゃって。私も。私たちがあのバンドを参考にするのは現実的ではないわね。ルイ、そこに目をつけるとは面白いじゃない。ちなみに今日のライブであなたが一番良かったと思う曲は？良かった曲？あなたの言う良かったの定義は何かしら。申し訳ないけれど、曖昧な問いに答えることはできないわ。わぁ、よかったわ、よかったよ。それ以上でもそれ以下でもないわ。質問内容をまとめてから聞いて。ロック、なんなのあの女。チチさん、落ち着いてください。お水ありますよ。ここはアコがバンドの先輩として何とかしなきゃだよね。わ、そういえばさ、確かマシロはポピポのライブを見てバンドを始めたんだよね。うん、あの日見たポピポのライブが全部を変えてくれた。それ私も一緒。ポピポさんってほんとすごいよね。
確かあれだよね、ロカは何回かポピパに誘われてるよね。あれはポピパさんが優しいから。けどあの時はデラ嬉しかった。そうなんだ。けど私はバンドを始める前にサークルでかすみさんに話しかけられたことあるよ。え、それからお花見にも誘ってもらったし。お花見？ちなみにそれはかすみ先輩の方から？うん、もちろん。あの時のかすみさん優しかったな。だけどそんなこと言ったら私なんか。ちょっとストップ。ロッカもマシロも熱くなりすぎだよ。せっかくみんなでライブに来たんだからもっと楽しくおしゃべりしようよ。そうだよね、アコちゃん。なんかポピポさんの話をしてたらムキになっちゃって。だね。私こそごめんね。そういえば倉田さんに渡そうと思ってこれ持ってきたんだ。見てみて。これは今度映画館でやるフェアリーレジェンズ2アナザーストーリーのチラシ、入り口のところにあったから。ありがとう。こんなのあったんだ。私全然気づかなかった。マシロの好きなマシュマロラビットもいるよ。やっぱり可愛いよね。マシュラビグッズの一つとしてお部屋に飾らせてもらおうかな。ありがとう、朝日さん。そしたらそういうのはどうかな。マシロー、おーい。あこちゃん、おはよう。ごめんね、待った？私も今来たところだよ。あの今日は誘ってくれてありがとう。どういたしまして。でもマシュラビのぬいぐるみ取りに行こうって提案してくれたのはロッカだから、ロッカに行ってあげて。それにマシュラと遊べてアコすっごい嬉しいし。マシュラビまだゲームセンターにあるかな。クレーンゲームの景品だったから取られてなければまだあると思うけど。でもルイとチュチュも来ればよかったのにね。そしたらあの二人も絶対仲良くなれたのに。そうかな。昨日も結局最後まで言い合ってた気がするよ。言い合ってたっていうよりチュチュが一方的に対抗心を燃やしているって感じじゃなかった？チュチュさんってうちの学校にはいないタイプの人だからちょっとドキドキしちゃったな。それにしてもロッカー遅いな。ロッカからだ。なんかバイトが長引いてるみたい。そうなんだ。朝日さんって何のバイトしてるの？今日はギャラクシーで、あと朝日湯ってお風呂屋さんのお手伝いもしてるよ。二つもやってるの？すごい。お風呂屋さんの方はロッカの親戚のお家なんだ。ロッカはそこで一人暮らししてるんだよ。一人暮らし？そんなの私想像つかないな。バイトもして一人暮らしもして、朝日さんってすごいんだね。私と全然違うな。そしたら今からロッカーを迎えに行こうよ。いきなり行ったら驚くと思うよ。大丈夫かな？大丈夫。この時間ならフロアの掃除とかだと思うから早く行けるように手伝ってあげてもいいし。それじゃあギャラクシーにレッツゴー。ふっふっ、闇より召喚されし大魔気はこのお出ましであるぞ。お邪魔します。アコちゃん、倉田さんもびっくりした。
て聞いてなかったから。ドッキリ大成功。2人で待ってるのもなんだから迎えに来ちゃった。ごめんね、突然来ちゃって。迷惑じゃなかったかな。ううん、全然迷惑じゃないよ。店長のよしこさんがまだ帰ってこないんで待ってるだけだから。多分もうすぐ帰ってくると思うんだけど。それじゃあ店長さんが帰ってくるまでみんなで待ってようよ。なんかごめんね、私が言い出したのに迎えにまで来てもらっちゃって。ううん、気にしないで。それに朝日さんがどんなところでバイトしてるか見てみたかったし。え？私はバイトってしたことないから。バイト二つもやるのって大変じゃないの？あんまり大変って思ったことはないな。それに朝日は親戚の家のお手伝いだからバイトって感じでもないし。確かそこで一人暮らししてるんだよね。どんな感じ？別に普通だよ。寂しくなったりはしないの？こっちに出てきたばっかりの頃はちょっと寂しい時もあったけど、今は平気。みんながいてくれるし。だから上京してきて本当に良かったって思ってる。それもこれも全部ポピポさんのおかげや。あの日ポピポさんのライブを見れてよかった。私と始まりは同じなのに、なんか全然違う。バイトに一人暮らしまでしてすごい行動力だな。けどマシロだって行動力あると思うよ。確かサークルの掲示板にメンバー募集のチラシを貼ってたんだよね。ポピポのみんなに聞いたよ。そうだよ、マシロじゃ。倉田さん、自分でメンバー集めてバンド始めただけでもすっごいことだよ。うん、二人ともありがとう。あの、名前呼びでいいよ。え？名前の方が呼びやすかったらそうしてくれて平気だよ。なんか改めてそう言われるとちょっと恥ずかしいけど、そしたら、うん、マシロちゃんって呼ぶね。でもさ、マシロだけ朝日さんって呼んでるの変じゃない？ねえ、ロッカだね。みんなロックとかロッカって呼んでくれてるし、マシロちゃんも好きなように呼んでほしいな。じゃあロッカちゃん。うん、いいねいいね。なんかすっごく仲良くなった感じ。お、よしこさん、用事は終わったんですか？はい、お疲れ様でした。じゃあみんな、真っ白日取りに行こう。私が歩くの遅いから。やっぱゲーセンに来たら気分上がっちゃうよね。マシュラビ絶対ゲットしよう。私はあんまりこういうところ来たことなくて、クレーンゲームとかもあんまりやったことないよ。私にできるかな？大丈夫大丈夫、アコが教えてあげるって。クレーンゲームのコーナーはねえロッコちゃん、これってキラプリだよね？うん、そうだけど、どうしたの？なんか私が知ってるのと違うなって思って。前に何回か撮ったことあるけどこんな感じじゃなかったから。これは結構新しいやつだよね。このキラプリで撮るとメイクしてるみたいに撮れるんだよ。あった。この前、アコちゃんと
スカちゃんと私3人で撮ったやつだけど、ほらこんな感じでメイクさんにやってもらったみたいに撮れるんだよ。あ、本当だ、すごいねこれ。それじゃあ後で一緒に撮ろうよ。あ、あとあれもやらなきゃ、 NFO のアーケード版 NFAアコちゃん本当にあのゲーム好きだよね。マシロも絶対気に入ると思う。なんかね、ファンタジー世界の住人になったような気分になれるんだ。ファンタジー世界の住人、それちょっとやってみたいな。でしょでしょ。あ、そしたら今度 NFO もやってみない？ NFO はネットのゲームなんだけど、それがすっごい。じゃあ、NFO の話は後にしよう。今はマシロビを取りに行かないと。時間があったらやってみるね。今は早くマシロビ探さないとだし。そっか。よし、それじゃあクレーンゲームのコーナーにいざ参るぞ。これこれ、見て、やっぱりまだたくさん残ってたよ。目がキラキラしてる。それじゃあ早速撮っちゃおうよ。さっきも言ったけど、私こういうゲームやったことなくって。アコがコツを教えてあげる。コツはね、中にいるぬいぐるみを助けてあげる気持ちが大事なんだ。助けてあげる。え、どういうこと？ロクちゃん、わかる？全然わかんない。とにかく、習うより慣れろ。これはお姉ちゃんの言葉。それじゃあ、ここにお金を入れてっと。はい、マシロやってみて。見た感じ、あの真ん中にあるマシロビが取りやすそう。あの耳が垂れてる子だよね。わかった、やってみるね。おお、かなりいい感じだよ。このままいけば、いけるかな。あとちょっと。惜しかったね。もうほんとあとちょっとだったのに。悔しいけど、これなら絶対次は取れるよ。あのね、もう一回やっていい？もちろん。それじゃあ、こっちから見てるね。ちょうどいいところに来たらストップって言うから、絶対マシュラビ取ろうね。それじゃあ、こんな感じかな。えい。そしたら次はアコがストップって言うからね。よろしくね、アコちゃん。それじゃあ、行くよ。そのまま、そのまま。ストップ。えい、いけか。甘い香りがする。マシュマロの香りかな。アコにも貸して貸して。おお、本当にマシュマロみたいだね。それにすっごく伸びるよ。アコちゃん、ちょっと伸ばしすぎ。でもこの子どうしよっか。一匹しか取れなかったし。この子は真っ白にあげるよ。どうか、いいよね。もちろん、私もそれがいいと思ってた。でもこれは3人で撮ったから。
いいからいいから、もともとマシロがマシロビグッズ集めてるって言ってたから来たんだし。今日の思い出にマシロちゃんがもらって、私たちはその分すっごい楽しませてもらったから。ありがとう、大切にするね。じゃあもうちょっと時間あるし、ここで遊んでいかない？じゃあじゃあ、さっきのキラプリ撮ろうよ、メイクモリモリのやつ。あれはちょっと恥ずかしいよ。大丈夫大丈夫、マシロちゃん絶対可愛く撮れるよ。平気かな。カメラ見なきゃいけないのに全部違うとこ見ててさ。あれはカメラがどこにあるか分かりにくかったから。けどマシロちゃんやっぱりすっごく可愛く撮れてる。なんかメイクで大人っぽく見えるよね。次に来た時は私も NFA やってみたいな。アコちゃんみたいにいっぱい強い敵倒せるか分かんないけど。またアコが教えてあげるって。それより NFO も一緒にやろうよ。それじゃあちょっとやってみようかな。やったー、マシロが NFO を始めたら絶対リンリンもサヨさんも喜ぶよ。あ、そういえばマシロちゃん時間は大丈夫？あ、そろそろ行かないと。今日はありがとう。こちらこそ、いつか朝日屋にも遊びに来てくれると嬉しいな。 NFO やるときは連絡するから絶対忘れないでね。またね。じゃあ私たちもそろそろ解散しよっか。結構暗くなってきたし。あ、ほんとだ。あ、こんなに暗くなってるなんて全然気づかなかったよ。それだけ夢中になって遊んだってことだよ。ふー、楽しかった。マシロ、びっくりした。もう帰ったと思ってたから。何か忘れ物でもあった？そうだけど、そうじゃなくて。今度みんなでフェアリーレジェンズ2アナザーストーリー見に行かない？マシロ、行く行く、絶対行くよ。マシロちゃん、それを言うために戻ってきてくれたの？今日すごく楽しかったから、また一緒に遊びたいなって思って。マシロ、いいこと言ってくれるじゃん。じゃあ予定決めちゃおうよ。みんな、いつが空いてる？